ありがとうございます。ちもちもです。磁石の不思議を調べてみたいと思います。磁石の引きつける力について実験してみます。まず実験の道具を紹介します。左から納豆のパックと鉄でできたクリップ、あと真ん中に水を入れた水槽を用意しています。あと右側には N 極と S 極の磁石を用意しました。納豆のパックは大きいので小さく切り取ります。石の上に鉄のクリップが浮かびました。この鉄のクリップに磁石をつけ近づけてみましょう。どうなるでしょうか。鉄のクリップが水の中に落ちちゃったのでセロハンテープで止めました。もう一度水の上に鉄のクリップを浮かべます。この鉄のクリップに磁石を近づけてみましょう。どうなるでしょうか。まとめです。磁石は鉄を引きつける力があるからこうやって鉄のクリップが動くんですね。実験成功です。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。